情熱大陸のテーマ曲で有名なバイオリニスト、葉加瀬太郎さん。親しみあるヘアスタイルとキャラクターでメディア出演も多くこなし、人気ですよね。今回はそんな葉加瀬太郎さんの経歴や結婚、ご家族についてご紹介していきたいと思います。葉加瀬太郎プロフィール。葉加瀬さんはご両親と妹2人の5人家族で、父親は飲食関連の仕事を、母親は美容師だったそうです。4歳からバイオリンを習い始めた葉加瀬さん。ご本人曰く、1学年10クラスもあった千里ニュータウンの団地っ子だったことや、当時その団地の同級生の多くが習い事を始めており、習い事ブームだったこともあって、ご自身も毎週金曜日に近所の公民館でバイオリンの練習をしていたそう。そして10歳で教室に通い始めた葉加瀬さんでしたが、当時は楽譜を読むことすらできず、基礎から叩き直され、さらには同じ教室に通っていた初恋の女の子が難しい曲を弾いていたことに大きなショックを受け、必死に練習をしたのだそうです。そうして技術を磨いていった葉加瀬さんは、中学2年の時、西日本コンクールで2位となりました。この受賞をきっかけに葉加瀬さんは、将来 NHK 交響楽団のコンサートマスターになると決意したのです。その後中学高校と1日10時間以上もバイオリンの練習に励み、高校3年生の時にはユーゴスラビアの国際音楽祭で最優秀賞を受賞。そして東京芸術大学に合格し、当時学生であった竹下義信さん、斉藤常義さんらとバンドクライズラー&カンパニーを結成。このバンドはクラシックやポップスといったジャンルの垣根を越えて人気を博し、1990年7月には愛の喜びでメジャーデビューを果たします。さらに2枚目のシングル水族館は自動車の CM 曲として採用され注目を浴びました。1995年になるとセリーヌ・ディオンさんのコンサートのバックで演奏し、彼女のシングル To Love You More ではオリコン1位を獲得しましたが、翌年解散し、葉加瀬さんは多忙のため大学も中退しました。その後1997年には私でソロデビューを果たし、1996年から3年にわたってセリーヌ・ディオンさんのワールドツアーに参加。現在も数多くの名曲を生み出し、世界中を飛び回る名バイオリニストになっています。妻高田真由子は超セレブ。葉加瀬太郎さんといえば、妻はタレントの高田真由子さんですね。お二人は1999年にご結婚され、お子様も2人誕生しています。高田さんは東京大学出身でインテリタレントとして有名です。また高田さんは並々ならぬお嬢様育ちで、お父様がすごい方のようです。高田家は明治時代に武器器械商として財を成し、明治三大貿易商の高田商会とまで言われた高田新造の末裔です。高田商会は明治時代に上海、ロンドン、ニューヨークに支店があるほどでした。創業者である高田新造さんの死去と関東大震災などが重なり、高田商会は大正時代に破綻。破綻させてしまった人物は高田鎌吉さんといい、彼の娘が北岡家に嫁いで生まれた子供が高田真由子さんの父、高田雄一さんなのです。そのお父様はユニオン高田商会という会社の輸入販売会社の社長をしていました。そんなセレブな高田さんのご実家は、もともと港区虎ノ門にあるホテル大倉のお隣だったとか。さらに敷地面積が500坪を超え、時価総額はなんと200億円。住んでいた頃は部屋数がいくつあったかわからないと語っており、スケールが違いすぎます。残念ながら現在その豪邸は取り壊され、
虎ノ門タワースレジデンスになっており、ご実家は港区の西麻布へお引越しされたようです。二人の馴れ初めは？お二人の出会いは大学時代に遡ります。博士さんが大学3年生の時、博士さんが在籍していたバンドクライスラー&カンパニーの演奏を高田さんが聞きに行き、その演奏にとても感動したのだそうです。そして博士さんが東京芸術大学の学生だと突き止めた高田さんは、彼と同じ大学に通っている友人に博士太郎を紹介してとお願いしたのだそうです。そして交際に発展したお二人ですが、プロポーズはというと、当時セリーヌ・デュオンさんのワールドツアーに参加し世界中を飛び回っていた博士太郎さん。お二人はなかなか会う機会がないため、博士さんは高田さんをニューヨークのコンサートへ招待したのだそうです。そして博士さんはセリーヌ・デュオンさんに高田さんを紹介します。紹介するよ、僕のフィアンセです。この言葉を聞いてフィアンセって思ってるんだと感じた高田さんでしたが、本当のプロポーズの言葉はその次にありました。受付であらかじめ用意されていたチケットの封筒に、これからもずっとよろしくお願いしますと書かれた紙が同封されていたそう。しかしそれもプロポーズとは気づかれず、スルーされてしまったのだとか。ともあれ、後日博士さんは改めてプロポーズをし、無事にお二人は結婚に至りました。ちなみに博士さんは婿養子になり、高田姓になられています。博士太郎の子供は何してる？1999年にご結婚されたお二人は、同年娘のひまわりさんが誕生、そして2006年には息子の万太郎さんが誕生しています。長女のひまわりさんはもう23歳、立派な大人です。そんな彼女はお父さんの影響で2歳の時からバイオリンを習い始め、12歳の時イタリアのコンクールで金賞を受賞したという実力ですが、その技術を教えたのは博士さんではなく別の先生だそうです。何でも博士さんは娘と喧嘩をしたくないという理由で教えなかったのだとか。しかしプロのバイオリニストを目指しているわけではないようで、2017年にはイギリスの超一流大学を目指し勉強し、2019年8月に合格して薬学部に。現在は脳科学と薬学を学んでいるそうです。また最近では2022年3月に放送され、博士太郎さんが楽曲を手掛けたスペシャルドラマ津田梅子お札になった留学生にエキストラとして出演されていました。一方長男の万太郎さんはバイオリンはやっておらず、料理が得意で小さい頃からキッチンでいろいろと作っていたそうです。実は父の博士さんは一時バイオリニストになるかシェフになるか悩んだことがあったのだとか。料理好きなところはお父さんに似たのかもしれません。そんな万太郎さんはなんと当時12歳という年齢で会社経営を始めています。それはフィッシュ&チップスのお店マンタ。イギリスにあるのに日本になかったという理由からキッチンカーで神奈川などで出店しているそうです。姉のひまわりさんによると、万太郎さんはビジネスにも非常に興味があるようで、 CEO の本などたくさん読んでいるとか。そしてもう一つ、釣りが趣味だそうで、10歳の時になんと 100kg 超えのカジキを1時間かけて釣り上げたのだというから驚きです。博士さんの子供たちは個性も才能も豊かで、将来が楽しみですね。いかがだったでしょうか。博士さんご自身は世界的バイオリニスト、そして妻高田さんは東大出身の超セレブ、娘はバイオリンコンクールで金賞を受賞し、さらに脳科学を勉強、息子は12歳にして経営者と、なんだかすごすぎる家族ですね。
それでも博士さんに親近感を感じるのは人柄とあのキャラクター、そして多くの人々の心に響く素敵な曲があるからかもしれません。今後の活躍にもまだまだ目が離せませんね。